このレッスンでは、ブートストラップのスタイルで、サムネイル画像を並べて配置してみます。今開いているドキュメントなんですが、下の方に、カラムの配置がしてあります。この三つ目のカラブですね。ここをサムネイル画像の並んだものにしてしまいましょう。ということで、タイトルは、ここは、画像とします。そして、今ある、 当たりのイメージですが、下のテキストも含めて消してしまいましょう。コードを全体に表示するようにします。コードビューにしておきましょう。エメットで入力をします。まずは div 要素です。そして、クラスは r o w と。並べるので r o w を使って、その中にまたクラス、子供で、 XS ですね。小さいもので、三つ並べたいので、四を三つ入れることにします。かける三ということですね。そしてさらに子供で、栄養素です。そして、HDEF は、ハッシュ、いげたにしておきましょう。このクラスにサムネイルというスタイルを使います。 サムネイル、これ B が入りますのでご注意くださいその後、子供に IMG ですこれはソースやはり当たりを使ってしまいますのでこの辺をコピーして持ってきてコピーを持ってきてサイズはちょっと小さめにします300でなく 200×200 200というふうにしたいと思いますこれで展開しましょうタブです では一旦保存をして、ブラウザでプレビューします。これがサムネイルのスタイルです。200×200、300×200 300 200と比べてずいぶん小さいですね。これは実は、実際にタブで開いてみると、これだけの大きさあるんですけれども、サムネイルのスタイルを適用したために、小さくして表示してくれているということになっています。 このレッスンでは、ブートスラップのスタイルでサムネイル画像を並べて配置してみました。その際、新たにローとカラム4ですね、を加えて、栄養素にクラスサムネイルを入れて、画像をその中に子供としておくことによって、サムネイルを並べて配置するということができたわけです。